Hey, good morning. おはようございます。今日も聖書からの言葉をプレゼントします。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、あなた方のしもべになりなさい。ジーザスは、私は仕えられるために来たのではなく、使えるために来たのだと。そして私たちの罪のなだめの供え物として自らの命を十字架に捧げてくださったんだという聖書の箇所がありますけど、ジーザスは使えられるべきお方ですが、使える姿をとってこの地上に来てくださった。そして偉くなりたければ使えるものになると語ってます。仕事というのは使えることというふうに読むこともできます。一人一人いろんな仕事に携わっていると思いますが、どういうポジションであろうが、一人一人がしもべとなって人の徳を高め、人に使えるこのジーザスの精神を持つならば、きっと不思議なその会社の中で、その栄光が、魅力が、愛が、恵みが満ち溢れることを間違いないんじゃないかなと思います。ぜひあなたを通して今日そのジーザスの素晴らしさが表される一日となりますように。 Have a good day.